皆さん、こんにちは。ジャニー、北川さんからの性被害の暴露本を発表した元ジャニーズジュニアの木山翔吾さんが話題です。そこで今回は木山翔吾さんの本名や光源氏のメンバー候補だった若い頃の経歴、家族や結婚の情報、ジャニー北川さんから受けた行為、現在についてまとめました。ぜひ最後までご覧ください。まずは簡単にプロフィールから見ていきましょう。本名山崎正人、生年月日1970年2月23日、出生地長野県長野市松代町、出身地千葉県鎌ケ谷市、血液型 B 型、別名義山崎銀。木山翔吾さんはジャニーズ事務所の創業者で先代社長である。ジャニー北川氏個人に関する衝撃的な内容の暴露本スマップへ、そして全てのジャニーズタレントへの著者で、もともとはジャニーズジュニアに所属していた人物です。木山翔吾さんは2005年にこのスマップへ、そして全てのジャニーズタレントへを発表。その内容はジャニーズ事務所の当時の社長であったジャニー北川氏によるジャニーズ所属タレントに対する性的な虐待の事実を暴露するもので、ジャニーズファンや世間に大きな衝撃を与えました。木山翔吾というのはジャニー北川氏に関する暴露本を上司した際のペンネームです。木山翔吾さんの本名は山崎正人で、ジャニーズジュニア時代はこの本名で活動されていました。木山翔吾さんの若い頃についても見ていきます。木山翔吾さんは1970年2月23日に長野県長野市松代町で生まれ、千葉県鎌ケ谷市で育ち、千葉県八千代市の中高一貫の私立校、集明八千代台高校を卒業しています。木山翔吾さんはジャニーズジュニアに所属する同い年の友人がいたため興味を持ってジャニーズ事務所に応募し、高校1年生だった1985年秋にジャニーズ事務所に入所しています。オーディションなしの特待生扱いでの入所でした。木山翔吾さんは当時の社長だったジャニー北川さんに気に入られ、マット君という愛称で可愛がられていたそうです。また先輩である東山紀之さんからは焼肉店でアルバイトをしていたことから焼肉屋というニックネームをつけられていたそうです。木山翔吾さんはジャニーズ事務所に入所早々に少年隊のデビュー曲仮面舞踏会のバックダンサーに選ばれ、植草克秀さんの後ろの位置で踊らせてもらえることになったものの、当時はまだダンスの技術が未熟だっために外されています。その後はジャニーズジュニアからの選抜メンバーによる桜隊予備軍のメンバーとなり、同グループがレギュラー出演していた日本テレビの音楽バラエティ番組アイドル花組男組での番組内グループ男組でエアドラムを担当しました。そしてその後、木山翔吾さんは光源氏の候補メンバーに選ばれています。ところが光源氏としてのデビュー直前であった1987年の春、17歳の時に木山翔吾さんはジャニーズ事務所を退所しています。一体何があったのでしょう。木山翔吾さんが2005年に発表したスマップへ、そして全てのジャニーズタレントへの中で暴露したジャニー北川さんによる性的虐待やセクハラなどの内容についてもざっくりと概要を紹介していきます。かなり生々しく不快な内容のため苦手な方は注意してください。木山翔吾さんは高校1年生だった15歳の時にジャニーズ事務所に入所しましたが、当時の所属タレントの中でもジャニー北川さんの一番のお気に入りだったそうです。同書によると、ジャニー北川さんは取材の時にもいつも木山翔吾さんを膝の上に乗せ、食事の時には木山翔吾さんに箸を持たせず自分が口まで食事を運ぶなど、まるで赤ん坊の世話をする母親のような態度で接していたのだそうです。そして木山翔吾さんは初めて合宿所と呼ばれるジャニー北川さんの自宅を訪れた日に、ジャニー北川さんと一緒に風呂に入らされ、ジャニー北川さんによって全身をくまなく洗われたそうです。この時
木山翔吾さんは何かおかしいと気がついたそうなのですが、ジャニー北川さんにデビューをほのめかされて、あえて気にしないようにしていたようです。しかしそれからジャニー北川さんからのセクハラ行為はさらにエスカレートしていったようです。2度目に合宿場を訪れた時、木山翔吾さんの背後から抱きつき、硬くなった下半身を木山翔吾さんにこすりつけながらズボンの中に行き果てるという盛りのついた犬のような行為に木山翔吾さんはショックを受けたものの、その直後に木山翔吾さんは雑誌の取材を受けることとなり、いきなりの雑誌デビューを果たします。自分がシンデレラボーイとなった実感がジャニー北川さんへの疑問を薄めていったのでした。ですがそんな木山翔吾さんの様子をいいことに、ジャニー北川さんはさらに大胆な行為に出てきたといいます。3回目に合宿場を訪れた時、木山翔吾さんは他のジャニーズジュニアたちと眠っていると、全身から香水の匂いをプンプンさせたジャニー北川さんが突如寝床に入ってきて足のマッサージを始めたのだそうです。もうこの頃にはマッサージに慣らされてしまい、ジャニーさんに触られることに対する抵抗がなくなっていたそうです。しかしそれだけで終わるはずがなく、ジャニー北川さんの手は木山翔吾さんの股間に伸び、巧みな愛撫に勃起したことを確かめると、スウェットのズボンをゆっくり引き下げてきたとのこと。そして若く元気な木山翔吾さんのものを前に、ジャニー北川さんははあと犬のように鼻を鳴らしたかと思うと、下半身に口を使っての性行為をされていたのです。当時まだ性経験のなかった木山翔吾さんは思わずその口の中で射精してしまったということです。その日を境にジャニー北川さんはどこへ行くにも木山翔吾さんにべったりとくっついてくるようになり、ジャニー北川さんが運転する車の中でも助手席に木山翔吾さんを座らせて体を触りまくり、キスしてきなさいなどと求めてきたのだそうです。そして夜は隣で仲間が寝ている中でジャニー北川さんに精液を吸われる日々が続いたといいます。ジャニー北川さんは律儀にも全員と一緒にお風呂に入り、彼らの体のすべてを洗う。そしてその後は暗くした部屋に忍び込み、今度は一人ずつ全員を犯していくのです。木山翔吾さんはこれに耐えなければデビューできないというのは本当だと言い、ジャニーズ、フォーリーブス、光源氏、スマップ、全てのアイドルがそうであると断言しています。特別扱いを受け、濃密すぎるジャニー北川さんとの2年間を過ごした木山翔吾さんの言うことだけに説得力は十分です。そして木山翔吾さんが期待のジャニーズジュニアの一人としてテレビなどで活躍し始めた頃、最後の一線も越えてしまったのです。その日のジャニー北川さんは明らかにいつも以上にやる気満々で、まずは少年の弱みを知り尽くした口を使っての性行為で木山翔吾さんを一度目の射精に導くと、さらに足の指の一本一本にまで舌を伸ばし、またしても激しく木山翔吾さんに襲いかかると、ジャニー北川さんはついに木山翔吾さんに馬乗りになり、自らの臀部に木山翔吾さんのあれを入れると、ああなどと強制を上げるという出来事があったそうです。これをきっかけにしてジャニー北川さんは木山翔吾さんをより特別扱いするようになり、さらに濃厚なプレーを強要されるようになります。こうしたあまりにもひどい性的な虐待を耐え、木山翔吾さんはついに光源氏として正式にデビューする道をつかみ取ります。しかし実際に光源氏としてポスター撮りやアイドル誌の取材まで受けながら、デビューしたグループに木山翔吾さんの姿はありませんでした。木山翔吾さんに何があったのでしょうか。デビューが決まった矢先、こんな出来事がありました。木山翔吾さんはジャニー北川さんがジャニーズジュニアたちに正体不明の注射を打っているという噂を耳にします。当時のジャニーズジュニアたちの間では女性ホルモンの注射ではないかと噂になっていたのだそうです。そして光源氏として一緒にデビューする予定になっていた諸星和美さんが木山翔吾さんに、
次は小山くんだから注射打たれる番と言ってきたのだそうです。数々の性的な虐待に耐えてきた木山翔吾さんでしたが、この言葉がきっかけになり、悩んだ末に合宿所に行くことを拒否するようになり、レッスンにも行かなくなりました。ジャニー北川さんからはレッスンに来るようにという連絡が何度もあったそうなのですが、木山翔吾さんがそれを拒否していると次第にお呼びがかからなくなり、何の連絡もないまま光源氏は木山翔吾さんを除いた7人のみでデビューしたということです。木山翔吾さんはそのままジャニーズ事務所を退所しています。木山翔吾さんはジャニーズ事務所を退所した後はしばらくはアイスクリームショップの31でアルバイトをして生活していたそうです。そして高校を卒業後の1989年にシャドウというアイドルグループに加入して音楽活動を再開しています。ちなみにこの時には当初本名の山崎正人や山崎銀次という名義で活動し、後に山崎銀という名義を正式な活動名としています。木山翔吾さんが参加したシャドウは元フォーリーブスの北浩二さんによるジャニーズ事務所球団活動に賛同した元ジャニーズジュニアたちが北浩二さんのもとに集まって結成されたグループでした。当初は新フォーリーブス、ついで新光源氏を名乗り、最終的にシャドウというグループ名に落ち着いています。シャドウはインディーズで活動し、レコードや CD もリリース、毎月ライブ活動も展開し、ビデオソフトも十数本発売するなどかなりの人気を獲得しています。しかし1990年3月26日の読売ホールでのステージを最後に解散となりました。解散の原因はメンバー間のトラブルだと言われています。シャドウの解散後、木山翔吾さんはシャドウの元メンバーである阿部純一さん、赤木直さん、井上正弘さんらと新たに牛若丸というグループを結成してアイドル活動を継続しています。牛若丸は京都市左京区北白川を拠点とし、同地にグループ名と同じ牛若丸という名前の喫茶店もオープンさせるなど精力的に活動を展開しましたが、ほどなくしてメンバー間でトラブルが起こり解散となっています。木山翔吾さんは牛若丸の解散後は映画監督の斉藤浩一さんが起こした斉藤プロダクションに所属して映画俳優としてもデビュー。1993年10月9日に公開された松竹映画望郷にも出演されています。しかしその後斉藤プロダクションは倒産し、木山翔吾さんは地元の千葉県鎌ケ谷市へと戻り、居酒屋の店長兼板前として働きながら1995年にソロでの CD シングルを自費でリリースするなど芸能活動を続けました。その後1990年代の終わり頃に滋賀県草津市へと移住し、音楽活動を続けながら印刷会社の経営に携わっていました。そして2005年の3月、木山翔吾さんはジャニー北川さんに関する衝撃的な暴露本スマップへ、そして全てのジャニーズタレントへを発表。これが大きな反響を呼び、木山翔吾さんはメディアのインタビューにも登場し、一躍地の人のようになりました。木山翔吾さんは暴露本の発表により注目を集めた後、本名である山崎正人での芸能活動を再開し、滋賀県草津市のコミュニティラジオ FM 草津の番組内企画により、フリーアナウンサーの菅野ララさんとの音楽ユニット銀ララを結成。その後は銀ララとして FM 草津が主催するライブイベントへの出演をはじめ、人権講座を地元の小学校の体育館などで開催したり、地元の保育園や老人ホームにも招かれ活躍されています。2012年4月には芸名を本名で戸籍上の正式な漢字表記の山星人に改名し、さらに2014年8月9日にはシャドウや牛若丸時代の活動名にちなんだ山崎銀に再改名されています。木山翔吾さんは銀ララとしては2015年12月7日にオリジナルアルバム聴いてくださいなをリリース。また2017年11月に発表した銀ララのシングル曲ハイウェイセーフティードライビングは
全国初となる高速道路専用の交通安全ソングで、全国各地の高速道路のサービスエリアで1時間に1回の頻度で流されていたので、耳にしたことがある人も多いかと思います。そんな木山翔吾さんの現在は滋賀県草津市を拠点に芸能活動を続けられています。主な活躍の場は草津市のローカルラジオである FM 草津で、水曜日の13時からの生放送番組銀だら午後は大吟醸のパーソナリティを担当されています。この番組から生まれた音楽ユニット銀だらは2023年の現在も滋賀県で活動していて、公式ブログや FM 草津の公式ツイッターで活動情報が確認できます。木山翔吾さんは2023年の現在は53歳になっていて、結婚していて家族を持たれていてもおかしくはありません。しかし木山翔吾さんは家族や結婚などの情報は公開されていません。暴露本を出して騒ぎを起こしたとはいえ、社会的には被害者として見られています。現在は特にクリーンなイメージで活動されていて、しかも元ジャニーズジュニアだけあってルックス的にも爽やかで年齢を感じさせないイケメンなので、女性にも人気がありそうです。なので結婚したいができないといったことも考えづらいでしょう。木山翔吾さんの現在の芸能人としての立ち位置は、女性ファンが中心の男性アイドルではなく、地域のファミリーに人気のある家庭的なイメージのあるタレントなので、その点では結婚や家族について隠す理由はありません。ただ暴露本を発表した経緯から、一部の人々からは未だに批判的な声が飛んでおり、メジャーな芸能界からはタブーのように扱われている面もあるようです。こうした背景を考えると、木山翔吾さんは仮に結婚していたとしても、結婚した嫁や家族に関する情報は公開されないようにしている可能性も考えられます。いかがでしたでしょうか。今回はジャニーズ事務所やジャニ北川さんに関する衝撃的な暴露本スマップへ、そして全てのジャニーズタレントへの著者で元ジャニーズジュニアの北谷翔吾さんについてまとめてみました。木山翔吾さんがジャニーズ事務所をデビュー直前に退所した理由は、当時の社長のジャニ北川氏からの性的虐待とセクハラでした。当然若い頃はこの件に相当苦しんだようです。木山翔吾さんは現在は滋賀県草津市に拠点を移して、地元のラジオ局 FM 草津にて銀だらという音楽ユニットで活動されています。プライベート等は明かされていませんが、顔写真などは普通に公開されているようです。今後も木山翔吾さんの活躍に期待です。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。